巨人先発の櫻井は5安打4四球4失点で4回途中降板。ソフトバンク6から3巨人オープン戦11日 P エイプドーム。巨人は11日敵地ペイペドームでソフトバンクとオープン戦を戦い3から6で逆転負けを喫した。これで2月23日の楽天戦で勝利して以降オープン戦10試合連続勝ちなしとなった。先発の櫻井が乱調だった。3回に自身の暴投で先制点を献上すると4回には敵地だと2つの暴投儀比で計3失点。5安打4四球4失点で4回途中で降板した。2番手で登板した育成選手の沼田が回をまたいで2イニングを無失点に封じたが、4番手の沢村が2点を失ってリードを広げた。打線は1点ビハインドの4回に岡本がオープン戦2号の2ランを放って逆転。7回には丸もオープン戦2本目の本塁打となるソロを放ったが追い上げも及ばなかった。ソフトバンクは先発の和田が岡本に一発こそ浴びたものの5回までに安打に失点と好投。わずか55球で5イニングを投げる省エネ投球だった。相手バッテリーのミスもついて8安打で6点を奪った。9回には坂手が登板して無失点に封じ、2018年4月12日の日本ハム戦以来となるセーブをマークした。